今後のメインチャンネルに変わるであろう新チャンネルを作りました。どうも、非イズル国 TV のお時間です。先日もお伝えしたように、こちらのメインチャンネルの状態がなかなか改善されないため、思い切って今後のメインチャンネルに変わるであろう新チャンネルを作りました。動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。では今回は、中国メディアが海上自衛隊の潜水艦救難艦について特筆していたので、まずはそちらからご覧くださいませ。海上自衛隊の海上戦力は世界的に見ても相当強く、特に通常動力型の潜水艦は世界トップレベルだと言われる。そんな日本は潜水艦だけでなく潜水艦救難艦のレベルも非常に高いようだ。中国メディアの倉庫はこのほど日本の潜水艦救難艦について紹介する記事を掲載した。潜水艦救難艦とは、海中で遭難または浮上不能になった潜水艦の乗員を救助するための艦だ。記事は非対機依存推進 AIP システムを搭載した世界最先端の通常動力型潜水艦双竜を保有する日本は、潜水艦分野で世界トップレベルの技術力を持ち、多くの潜水艦を保有しているので、潜水艦救難艦を発展させるのも当然のことだと指摘している。続けて記事は、日本の潜水艦救難艦には優れた救難設備が備わっていると紹介した。遭難した潜水艦の正確な位置を把握できるほか、深海救難艇を備えており、海上の救難艦と密接な情報交換を行うことで素早い救援活動が可能になっていると伝えている。そしてその救難技術は世界トップレベルだと高く評価した。しかし中国にとってこれは脅威に感じられるようだ。記事は、日本の潜水艦救難艦に見られる技術から、日本の軍事技術は全面的に発展していることがよくわかると分析し、米国による制限が外れたら、こうした技術面での優位性はすぐに戦争の際の実力に変わると主張した。それで各国は日本に対する警戒を怠るべきではないと結んだ。救難艦は敵を攻撃するためではなく、潜水艦を救助するための艦だが、その技術すら中国にとっては恐ろしく感じるというのは、日本に対する中国の潜在的な恐怖心は相当なものらしい、との内容です。中国メディアが評価しているように、日本の救難体制は世界トップレベルと言って良いでしょうね。日本は周りを海に囲まれた海洋国家ですから、海上戦力の強化は必要不可欠です。まず日本の救難体制についてですが、海自潜水艦隊は第一潜水隊群呉と第二潜水隊群横須賀という2つの第一線戦闘部隊で構成されているため、現在各軍に1隻ずつ潜水艦救難艦が配備されているようです。もともと過去に運用していた千代田などは、深海救難艇 DSRV での救難任務以外に、潜水艦への補給用として魚雷やミサイル、燃料、食料、真水の搭載、潜水艦への電力供給や潜水艦乗組員80名分の給養設備を有していたようです。しかし海上自衛隊の方針が転換し、その後建造された同種の艦は母艦機能をなくして、より救難機能を充実させたということで、ますます救難体制が強化されていることがわかりますよね。また自衛隊は世界でも数少ない救難艇を保有していることでも有名です。他の救難手段と比べた時の DSRV の利点としては、自立行動が可能であるため、海床、海底状況、遭難潜水艦の状態などによる制約を受けることが少なく、比較的大人数を1回に救出できるということで、大変優れた装備のようです。ただ DSRV 自体の建造にはかなりの経費が必要であるため、潜水艦救難システムを整備保有できる国は限られているみたいですね。
ここからも日本の救難体制の優秀さが伺えるところです。潜水艦を保有する全ての国が備えているわけではない救難艦があることは、少なからず自衛隊員の精神的な支えになっているはずですよね。さらに自衛隊は装備だけでなく、その技量もトップクラスのようで、太平洋周辺国家の合同救難演習である西太平洋潜水艦救難訓練でも優秀な成績を収めていたようです。まず2回目の訓練においては、韓国海軍が全ミッションを実施できない中、水中発着式の海上自衛隊の DSRV は全ミッションを成功させており、また3回目の演習では遭難艦へ接合できず救難に失敗する国も出る中、自衛隊は優秀な成績を残したようです。このようなことを聞くと、自衛隊の救難能力は世界トップレベルだと自信を持って評価できそうですよね。今年3月には新たに潜水艦東流が就役し、潜水艦の22隻体制が敷かれています。それと同時に、この戦力をサポートするための救難体制が充実していることも日本にとって大きな強みと言えますから、今後も中国に対抗するための体制をさらに充実させてほしいところですね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。米国による制限が外れたら、米国は最近は日本に対してもっと防衛力を強化してと言ってるくらいなのですけどね。潜水艦に動力源としてリチウムイオン電池を積んだのは世界初だが、潜水艦という特殊な環境に爆発等の懸念が残るものを乗せるだろうか。おそらく全固体型電池ではと思う。未だ市販や汎用には至ってないが、少数ならば固体電池はすでに完成していたと思う。軍事機密って確認無理だが、その他いろいろ含め脅威に感じるのはわかる。中国の DSRV はフランス製とか聞いた。韓国はインドに韓国製の潜水艦を買ってくれたら、潜水艦救難艦と DSRV もセットでお付けしますとか言って売り込んでるらしいな。韓国自身はといえば、使ってる DSRV はイギリス製。結局イギリス製の DSRV を買ってセットにつけるだけだろう。海事は呉と横須賀に1隻ずつ配備されていますね。今まで一度も実際の潜水艦救難出場はありませんが、万が一に備えて装備しているのです。最近横須賀に新造艦が配備されましたね。以上、今後動画もアップしていきますので、新チャンネルもよろしくお願いいたします。